夏休みを前に子どもたちに花火の正しい遊び方を伝える教室が伊万里市の保育園で開かれ、消防隊員が火の怖さを伝えました。人に向けたら洋服に火がついたらどうなるかな。この教室は園児に正しい花火の遊び方や火遊びの怖さを知ってもらおうと伊万里消防署が開いているものです。今日は南畑保育園の園児およそ60人が、花火の火はろうそくからつける、向かい合って点火しないなど花火をする時の注意点を学びました。お家の人と一緒にすること、花火をするときは下に当てないようにします。また園児たちは実際に火事が起きたときは周囲に大きな声で知らせることや、消火器で初期消火をすることも学んでいました。